北海道新幹線も目指していた2030年度の札幌延伸が延期される公算が高まっています新幹線の駅が作られる街では道南薬物町です看板には新薬物駅2030年度末開業予定と書いてありますまさにこの辺りに新幹線の駅が建設される予定となっています ヤク町では新函館北斗駅の次の停車駅として新ヤク駅が開業する予定です町が2018年度に作成した予想図では新駅の周りにワイン工場や農場レストランそれに牛乳工場などが描かれていました新ヤク駅は町の中心部の JR ヤクモ駅からおよそ3キロ車で10分とアクセスが良く 企業の誘致や観光客の増加につながると期待されています。北海道新幹線札幌延伸の延期が取り沙汰される中、町民は。もう何にもないところに、まあ、新しいものができるというのは、ちょっと楽しみではありますよね。三十。四年くらい続いてるのよ、ね。うん。まあ、残念だねっていうな。もともと二千三十五年だったんですよ、この新幹線が。 確実に開業する、まあ、年をきちっとしてもらって、スケジュールも全部入れ直して、まあ、どんなことをできるのかっていうのは、またやり直す、はっきりとしてほしいというのが一番だね町は新薬萌駅の周辺整備や工事の手順などの計画案を、来年度にも作成する予定ですが、開業が遅れれば、計画が変わる可能性もあるといいます。 いろんな部分で影響はあるると感じている企業誘致しているところには説明しながらということになると思う新幹線札幌延伸の開業は遅れるのか駅ができる自治体はその行方に気をもんでいます